アンティオコス6世リオニュソスはセレウコス朝の王。アレクサンドロス1世とプトレマイオス朝の王プトレマイオス6世の娘、クレオパトラテアノコ。アンティオコス6世は実際にセレウコス朝の王として統治することはなかった。紀元前145年、または紀元前144年にデメトリオス2世の対立王としてディオドトストリフォンによって擁立された。 アンティオコス6世は、ディオドトストリフォンの操り人形に過ぎなかった。紀元前142年、または紀元前141年に幼い王は死んだ。死因については、ディオドトストリフォンによって暗殺されたという記録や、手術中に死んだという記録もある。アンティオコス6世のコイン。裏面には馬に乗ったディオスクーロイが描かれている。ギリシア語で、シグマラムダ。 オームシグマオミクロンオミクロンとある。日付は169とある。シュワラー、イー、エイヒストリーオブザ11種ピープルインザエージオブヤソ、クリスト、エディンバラ、ピアニッシモ、183197。ありがとうございます。